戦闘開始。国に属さない中立のギルド、アドリー・ビトムはこちらでしょうか。はい、私がリーダーのアンジュです。何か依頼でしょうか。依頼というか、そうですね、しばらくかくまってほしいのですが。かくまうですか。ええ、ここはどの国にも属さない自由のギルドと聞いているのでね。
高貴な身分の方を隠すにはちょうどいいと思いまして。申し遅れました。私はライマ国国軍大佐ジェイド・カーティスです。そしてこちらがライマ国王女のナタリア姫です。ジェイド、あなたは私の家庭教師でしょ。いつもの通りナタリアで構いませんわ。おや、そうですか。では遠慮なく。ナタリアルツ・キムラツカ・ランバルディアです。よろしくお願いしますわ。そして彼女は私の部下のティア、ナタリアの護衛です。私はティア、ティア・グランツ。はい、よろしく。ともかく込み入った事情がありそうね。それじゃあジェイドさん、部屋へお通ししますね。お話はそこでお伺いします。あなたも部屋の用意を手伝いに来てちょうだい。お願いね。素敵ですわ。よかった。もちろんお部屋代もしっかりいただきますけど。あ、困りましたね。今我々は持ち合わせがないもので。このギルドでは王族だろうと容赦しません。いつくなら家賃を払うか、ここでギルドのメンバーとして働くか、好きな方を選んでね。私は構いませんわ。いつライマ国に戻れるかわからないのでしょ。暴動が収まるまでは仕方ありません。ではここで働くということで。決まりね。それじゃあ次の話をしましょう。あなたたちの国では何があったの？我がライマ国で暴動が起こりましたね。暁の従者という宗教組織の動員によるものです。暁の従者、ディセンダーを祀るという信仰宗教ね。暁の従者の信者たちは皆人を超えた異様な力を持っていました。国民は信者に煽られてしまい、城を攻め落とそうと。まあそんなわけで、王族には安全のため国を離れた方が良いと思いましてね。そういえばディセンダーが降臨したと言っていましたね。そのディセンダーと呼ばれるものを連れていたの？そこまでは確認していません。私たち王族が至らないばかりに、国はホスチアの利権には恵まれず、国民には苦しい思いをさせてしまっていましたわ。そこで暁の従者が現れ、ディセンダーを担ぎ出して救いとやらを持ち出したことで、国民の不満が爆発してしまったようですね。困ったものです。暁の従者は大国に搾取されるがままだった人たちにより怒ったと聞いたな。でも小さな宗教団体が大きな力を手に入れ、一つの国を没落寸前に追い込むなんて考えられない事態よ。信者が人を超えた異様な力を持っていたって、そこが気になるんだけど。私たちも暁の従者を追っているから。そうですか。こちらでは彼らの拠点情報を掴んでいますよ。アルマナック遺跡という話です。そう、貴重な情報ありがとう。アルマナック遺跡、誰か行ってみてくれないかしら。新しい方ですね。私はエステリーゼと言います。
よろしくお願いしますね。ナタリアです。こちらこそよろしくお願いしますわ。ところであなたはガルバンゾ国の王女とお聞きしていますけれど。はい、城の中にいるだけでは国民や世界のためになすべきこともできませんでしたから、私にできることをしようとここで働かせてもらってます。世界のためにですか。素敵ですわ。私も国民のために何かできないかと思っていましたの。王女という身でありながら国民のために尽くしたくともなかなか自由に行動させてもらえなくて、ここでなら国民のみならず様々な人を助けていけるのですわね。はい、私ギルドという仕事は初めてですので至らないところもあるかと思います。どうぞよろしくお願いいたしますわね。生活というのはやはり大変なことが多いんですの。楽ではないと思うけど、そんなに大変って思ったこともないよ。楽しいことだっていっぱいあるし。楽しいこと？曲芸師が訪れて何か余興を見せてくれたりするのですか？曲芸師さんはそんなに来てくれないよ。来るのは行商のおじさんくらいかな。行商？行商とは何ですの？何か家畜でも飼っているのですか？家畜？家畜って豚さんとか？最近はブーサギとかが人気だよね。ブーサギ、聞いたことがありますわ。どこかの国の陛下もペットとして飼っているそうですわね。私もペット欲しいんだ。やっぱり犬さんかな。ワンワンって。犬は手間がかかるのではなくて散歩に連れて行く必要があるのでしょ。でもお散歩なら一緒にすればいいよ。だってお外歩くの気持ちいいもんね。そうですわね。私も庭の花壇を散歩するのは好きですわ。花の匂いも心地よいですし。気持ちいいよね。水浴びとかしたりね。早く夏にならないかな。夏だとやはり海ですわ。みんなで一緒に泳ぎに行けると良いですわね。うんうん、本当にそうだよね。どうしたの？あ、いえ、私たち何の話をしていたのでしょう。